はい皆さんこんにちは村長です先日からチャット GPT にとってもハマってる村長ですが特にプログラムこれを少しやっています若い時にプログラムをずっとやっていてですねそしてもう一生プログラムなんてすることはないだろうというふうにずっと思ってきてたんですけれども今回のチャット GPT で プログラムができるということを知りましたので先日からやってみるととてもとても楽に作れるということが分かりました今回は先日からプログラム講座というのをやっていきましょうということで第1回というのをやったんですけれども今日はちょっと番外編的なお知らせをしようということです僕は主力は音楽の DTM ととかををやってるんんんでですけれども、そこではプラグインといううのをたくさん使うんですね。そのプラグインをちょっと整理できるようにできないかということで先日 Excel でできるようなちょっとサンプルを作ったんですけれどももうこれはアプリケーションとして Windows アプリとしてやってしまおうともちろん Mac の方もできるんですけれども僕の手元に今 Mac の環境がないのでできないんですがもうプログラム自身は同じなので Mac も Windows もどっちもですね一緒に開発できるというようなことです今左の画面の方にプログラムがあります約200行ぐらいのプログラムなんですけれども これをチャット GPT と一緒にここまで作り上げました。なかなかですね、言うことを聞いてくれない。やはりですね、皆さんが世間で噂をしているように、いいところもあるんですけれども、完璧ではないということになります。ですから、いちいちですね、この全体のプログラムですね、これを渡してあげないと、 先ほどまで話してたことを忘れてしまうんですよね。ですからちょっとこれ全てを選択しましてコピーします。そしてチャット g p t にこれであまりエラーはないかということを聞いてみます。これが最終のコードです。はい これあの、プログラムがですね HTML だとかいろんな、まあ、プログラム言語というのはあるわけですけれどももう渡すだけで向こうが勝手に判断をしてくれます問題ないか、検証してね、と。このように打ちますすぐに長いコードでもですね判断つきましてこんな時間で このコードはスクリプトとしては問題がありませんと。しかしいくつかの機能はテストをされて全て期待通りに動作するということは保証できません。ですからまあそういうところは気をつけないといけないですよというようなことだけでまあ今大きなエラーはなさそうです。このソフトはどういうふうにするかということなんですけれども DTM で使うプラグインというのは ここに今表示していますように C ドライブのプログラムファイルズの中にステインバーグ VST プラグインズというのがありますまあこれが一番多い場所なんですけれどもまあその他にもここに書いたですね6つのホルダーがあるんですねその6つのホルダーというのをですね全部閲覧できるようにしていますただしですね Windows でセキュリティがかかっていて管理者権限でないとアクセスできないホルダーというのもありますけれどもまあこれで一度ちょっと実行をしてみます開発している時にやるやり方というのはこのソースファイルですね今名前は test.py という名前にしていますそれをコマンドプロンプトと言いましてここにコマンドプロンプトがあります Windows でたまに出てくる真っ黒な画面ですこれを起動しましてここで Python と打ちますこうしますとこんなウィンドウが出てくるんですねこのウィンドウはですね先ほど言いました6つのすべてのファイルなんです 当初は Excel で作ろうと、こういう表ですからですね、そう思ってたんですが、もうやっぱりいろんな機能をつけたいということでですね、Excel ではできないようなことを付加しました。どういうことかというと、まず簡単にソートができるようにしました。上の見出し、薄緑のところの見出しを押すと、並び替えができます。これでファイルの名前で並び替えたり、 ファイルのサイズでこのように並び替えたりすることもできます。ここは最終アクセス日です。そして一番右がそれが格納されているホルダーです。これででもこのように並び替えができるようになっています。ですからホルダーで一気に眺められるということになります。はい。これだけの機能では面白くないので こんな機能をつけてみました。今一番上にですね、アイゾトープのネクターというボーカル用のソフトがありますけれども、これはコモンファイルズの VST3 というところと VST プラグインズというところに入ってるんですけれども、まあ、これって同じサイズですし、両方いるものではないんですね。ですからこれをですね、 消してしまうという方法もあるんですけれども、右クリックをするとですね、Move to Sleep ということで、Sleep フォルダーというのを、マイドキュメントの中に自動的に作りまして、そこに格納するようにしています。じゃあこれを選んでみましょう。はい。このように確認のためのダイアログが出てきます。もうちょっと日本語にしてもらったらいいのに、と。 皆さんも思ったかもわかりませんけれどもこのソフトは世界中ででも使えるのでそんなに難しい英語じゃないですので全て英語にしています OK をしますこのようにですねドキュメントのスリープというところにこうやって入ったわけですまたここで move to h o l d e r というのとそして delete というのができるんですけれどもこれらは先ほども言いましたように C ドライブの重要なところにあるもんでですね管理者権限が必要ですでもそれをどのようにしているかと言いましたら一旦これは終了してみますそうしましてここでですね実行ファイル Windows のプログラムファイルというのは exe というファイル形式でできています 実行ファイルというのですね。それを簡単に作ることができます。ちょっと僕も覚えられない時もあるので、ここに置いてありまして、そしてコントロール c でここに貼り付けます。このようなパイインストーラーとしまして、ちょんちょんとハイフンを2つ入れて、ノーコンソールというのを指定しておきます。それはどういうことかというと、この黒い画面ですね。 こういう画面が出ないようにということです。そして、ワンファイルという風にしています。ライブラリとかを全部まとめた1個の exe にするためのコマンドです。これでエンターををしますと、このようにコンパイル作業と言います。exe ファイルを作ってくれる機能があるんですね。そうしまして、これでできましたので、 ここを見ますと、ディストというフォルダーができています。これはディストネーションということで、送られたというイメージで、ここにフォルダーができたわけです。するとここに、テスト EXE というのができています。これをですね、右クリックしまして、管理者として実行というふうにします。はい。管理者権限でこのように立ち上がりました。 そうしましたら、ここに先ほどもやりましたように、ドキュメントのホルダーの中に入ってるんですね。このドキュメントのホルダーにあるのをもう一度戻したいと思います。そういうときは、Move to h o l d e r これで VST プラグインのところに戻したいと思います。プログラムファイルズの中の VST プラグインズ。ここの中に 戻します。ホルダーの選択というボタンを押します。はい。そうしましたら、このように VST プラグインズのホルダーに戻ってきたということになります。ここにも先ほどテストでドキュメントホルダーの VST スリープにえ一旦対比したものがあります。これをですね、もう一度戻します。今度はプログラムファイルズ86の中に戻したいと思います。 ここの中に、ここにある VST プラグインズ、この中に戻したいと思います。はい。そうしましたら、ちゃんと VST プラグインズの方に戻りました。このようにファイルを管理できたらですね、いらないときはちょっと移動してとかいうようなこともできるわけです。とっても便利だと思います。まあ 僕が便利なだけでこういう管理をしない方もおられると思いますがこんなソフトを作ってみました本来こういうソフトを作るとなるとですね何ヶ月とかまあ早い人でも何週間とかかかるわけですけれども本当に一日ちょっとぐらいで作ることができましたこれからも僕が今頭の中に描いている音楽の プログラムというのは、シンセサイダー V、これのスクリプトプログラムちゃんと作れることを確認していますですからシンセサイダー V のプラグインを作っていきたいなというふうにも思っています今日はそういうことで DTM で便利なプラグイン整理ツールこれを皆さんに発表しましたまた近いうちに次の動画を撮るような時か このソフトはインストーラーをつけて僕のホームページなどで公開していきたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。村長でした。